ーパー空手少女池上彩香さんです。おいやー、同情生がどんどん減っていく中、池上さんのような可愛らしい女子高生が空手をやっていてくださると、本当に空手のイメージアップですよ。なみんな、おっ、それでは池上さん、みんなに試合に勝つためのヒントなんかを教えてやってくださいませんか。彩香、皆さんはじめまして、池上彩香です。今日はよろしくお願いします。あ、こんな格好ですみません。かわいい。空手は父に教わりました。もうだいぶ前に亡くなってしまいましたが、父は言っていました。鍛え抜いた突きや蹴りは日本刀と同じ、触れた瞬間に切っている。それほど危険なものだ。だからこそ絶対に戦ってはならない、使ってはならない。ただし、何か大切なものを守らなくてはならない時、その時だけは勝つか負けるか命を懸けて戦う。その戦いは一生に一度で済めばいいし、一生に一度もなければ最高の幸せだと。へえ、戦わないのが幸せ。はい、空手は守るための武道です。その証拠に、空手の型は全て受けから始まる。攻撃から始まる型はない。それが父の教えです。手っ取り早く試合に勝つテクニックとかないんですか。ちょっと、父は本当の空手を身につけるには最低20年はかかると言っていました。手っ取り早い方法はないと思います。うんちくよりなんか技を見せてほしいな。なあ、すいません、少しだけでいいんで技を見せてやっていただけませんか。でも。そうだ、話はいいから、なんか見せて。でも型とか勘弁。まさかナイファンチとか。彩香、帰る。お呼びした私の立場もありますんで、なんとかお願いできませんでしょうか。わかりました。おっ、ありがとうございます。彩香、大丈夫なの。皆さんも静かに、池上さんが技を見せてくださいます。おっ、じゃあそれを。それともう一人、あとボトルをもう一本。じゃあ始めます。すごい、まさに女ドラゴン、全員ぶったまげですよ。あ
れか、紅彩香。本物かな。試してみるか。それ、もしかして空手？なんだ、君たちは。俺たちと組手してくれない？君たちね、空手は一撃必殺の格闘技だよ。子供の遊びじゃないんだよ。え？一撃必殺？すごそう。教えてもらいたいな。俺が怖かったらこの子が相手するけど。やっちゃえ！ないよ。なんで？守るのが空手だから。やるんだ。大丈夫かよ。これが紅彩香。どうして彩香の本名を知ってるの？本物なんだ。じゃあ本気出さなきゃな。しゃThank you.
千秋。